ダミアン666は、メキシコバハカリフォルニア州、ティフアナ出身のプロレスラー。本名は、レオナルド・カレラ・ゴメス。額に、666と書かれた、奇怪なペイントをしている。実施は、ベスティア666。1985年にティフアナにて、キャバレロ2000の名でデビュー。1987年、ベテランルチャドールのウルトラマンのパートナーに起用され、 覆面レスラーのウルトラマン2000に変身。1993年には FMW に帰ってきたウルトラマンのリングネームで初来日。コスチュームデザインはウルトラマングレートそっくりで、初戦の対戦相手は玩ングとして販売されていたバルタン星人のゴムマスクをかぶったバルタニアン星人というレスラーだった。名称。 コスチュームデザインともにつぶらやプロの許可がなかったため後に、アミーゴウルトラに改めている。正義のテクニコとして活躍した。1996年3月、シコシスとの覆面ハギマッチに敗れ、ペイントレスラーとなり、怪奇派、ルードのダミアンに変身。以降も FMW に参戦し、ヒールの立場ながらコミカルなファイトスタイルで人気を得た。その後は、道のくプロレス、ウォー。 全日本プロレス等にも参戦。1997年にはギャラクシーやダミエンロナで WCW に登場。2003年にはティネに出場。ハロウィンとの息の合ったタックコンビが日本では有名。現在はメキシコの振興団体ザ・クラッシュでブッカーを務める。他、ありがとうございます。